奄美群島勝手にガイド。奄美群島を旅してみましょう。奄美大島の南にあるのが加計呂麻島です。この島は山田洋次監督で知られる国民的映画男はつらいよシリーズの第48作虎次郎紅の花のロケ地として使われています。アクセスの方法は奄美大島の最南端の港小仁江港から瀬戸内町が運営するフェリーか漁船タイプの海上タクシーを利用します。島までは片道15分で料金はおよそ350円ですが、フェリーの方がやや高いです。島は東西に長く池間港か瀬戸港の2つの玄関口があります。加計呂麻島の最大の魅力はほとんど街灯がなく、夜が真っ暗になるために美しい星空が見られることです。また加計呂麻ブルーと言われるその海の青さは沖縄の海とはまた違った魅力があります。島を移動する場合はレンタカーを利用しましょう。ただしレンタカーを運転する場合に一番気をつけなくてはならない点が2つあります。1つは島内のバスが通る幹線道路でも道が狭い場所があり、さらに所々に穴が開いている場合があるのです。突然悪路になることがあるので注意しましょう。もう一つが道の側溝に蓋がない上に草などに覆われていて側溝が見えにくくなっていることです。観光客が側溝に落ちるケースがあるそうなので十分に気をつけて運転しましょう。また島にはコンビニなどがないので小仁江港で船に乗る前に飲み物などを買っていくことをお勧めします。さらに季節限定の注意情報があります。3月下旬から5月にかけて加計呂麻島ではヌカカという体長1ミリから2ミリ程度の大きさのコバエのような吸血害虫が大量発生する場合があります。刺されるとかゆみが1ヶ月以上続く人もいるそうです。海岸で発生するのでこの季節に海へ行く場合は虫除けスプレーなどを用意することをお勧めします。さて島の観光スポットについて見ていきましょう。加計呂麻島の観光スポットはいくつかあります。ここは池間港の近くの諸鈍集落にあるビーチで諸鈍長浜として知られています。奄美の民謡にこの浜の名前を付けた有名な島唄があります。集落にはベイゴ並木があり5月頃には満開になるそうです。またこの集落には男はつらいよで使われたリリーの家として知られる民家があり、天白として宿泊ができます。こちらは加入の滝です。池間港からは21キロほどでレンタカーでおよそ45分かかります。落差はおよそ15メートルですが、雨が降らないと水量が少なくなるそうです。この動画を撮影した時は数日前に雨が降ったということです。そして加計呂麻ブルーの海の中でも特別視されているのがサネクブルーと言われるサネクビーチの海です。加計呂麻島の玄関口となる港から最も遠いビーチと言えます。加計呂麻島には巨大なガジュマルの木が何本もあります。
西安室地区の入り口にあるガジュマルの木は見るからに圧倒されます。そして男はつらいよのロケ地になったのが押さえのガジュマルです。押さえ集落の入り口にそびえ立つガジュマルの前には美しいビーチが広がっています。そしてジャングルの中にあるのがタケネのガジュマルです。遊歩道が整備されていますが、ハブの出現しやすい環境ですので注意してください。巨木はガジュマルだけではありません。足立集落は巨大なデイゴの木があります。一本が巨大デイゴで、まるでこの地区を守っているかのように集落の目の前にそびえ立っています。そしてもう一本が夫婦デイゴです。厳密に言えば何本かのデイゴの木がまるで夫婦のように並んでいるのです。そして隠れ観光スポットがイコモマモルくんです。沖縄県の宮古島にある宮古島マモルくんのようでもありますが、こちらも観光客が写真を撮っていきます。他にも見どころが満載のかけろま島。もし旅に行くなら2泊以上で計画することをお勧めします。紹介した各地の詳しい解説はそれぞれの紹介動画をご覧ください。